ポス関西百名山ワウワウ。もくもくです。はい、おはようございます。2021年12月30日、朝は大晦日。今日はここ、じゃん、岩井橋バス停、北大路から30分少々、この黙々号に揺られてやってまいりました。料金は、2021年年末現在で700円となっております。値上がりしました。もうね、ガソリンとかも高騰してるんでやむを得ないかと思われます。去年は OC さん、カレー屋 OC さん、あおちゃん、じゅんちゃん、りゅうちゃんの4人で行ってみたいと思います。今日のコース説明はリーダー OC さんから。今日ですか。はい。佐治木ヶ岳。佐治木ヶ岳、関西百名山の一つ佐治木ヶ岳、はい、登っております。はい、登っております。レッツゴー。今日元気に行ってみよう。おー、ちょっと長めのコースなんですけどね。まあ詳細はまた後ほど親玉からお伝えします。アイテムのご紹介です。じゅんちゃんからのクリスマスプレゼント、お年玉。何が違うかというと、はい、どうぞ。イエーイ。はい、せーよ。ピロン。そうやね、なんと親指と人差し指が出るんですよ、これ。ピロン。な、この間高野山行った時にスマホの操作をしなあかんからとか言って手袋をしてなくて、ピロン。今これアマゾンで1800円ぐらいかなでポチったんですけど、いいす、使い心地はどうでしょう。はい、私来てください。はい、私のはなんと純さんファイントラックの手袋。おー、自分で切りました。切った足です、自分で。これね、試造品やったんや。これスマホ対応じゃないと全然使わへんくって、ほんでこれを注文してみた時に切ったらええんちゃうんかと思って自分で切ってみました。めっちゃ快適。これ人差し指だけですか。人差し指だけです。っていうか人差し指があったら全てこと足りるっていうことに気づいたんですよ。ジムさん破ってますよ。いや、これこうしといたら分からへんから。もうこれめっちゃ快適いう感じです。っていう方法もあるみたいです。はい、はい、9時13分スタートでした。バスよ、はい、今9時31分。はい、距離は 1.4 キロ。はい、ここからあれですかね。もう息上がってますが大丈夫ですか。ジュンさん、なんかだいぶ汗もかいてますけど大丈夫でしょうか。脱いでますか。汗ばんでおります。じゃあここから多分これだと、はい、どっち前にあったっけな。こっちをかな、はい、こういう感じか。狼峠が、あ、狼峠通るよね。通るのかな、うん、そうかな。狼峠分からへん、うん、あんで木舟山の方行くんやろ。はい、はちょっとだけ予習してきました。うわー、雪が落ちてる。さあ、ここから雪深くなるんでしょうか。行ってみよう。ありがとう。では行ってみよう。結構雪はウエットなタイプですね。いてついてないだけマシでしょうか。行ってみよう。
おお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 こっちなんすね。あ、赤いテープあるじゃん、あそこに、ね、右に右ですね。ねえ、あ、ほんまや、テープあるわ、ここ6時ぞ。春とかに来たらまた全然違った雰囲気なんかなって道ですね、これ。薬師峠。あ、峠。はい、9時52分。はい、距離は 2.3 キロです。はい。薬師峠。薬師峠。こっちですね。おー、ほんまや、薬師峠って書いてる。薬師峠のポーズ。なんも。薬師や、薬箱持たない。薬粒。ゆうちゃんってこんなに2発。ええ天気の時だね。割と雪でも分かりやすいつづら折りのコースです。はい。はい。何メーター？811メーター。さらば岩岳。はい。純吉です。わあ、すごいな。すごいね。うん。おお。鉄塔です。時刻は11時4分。はい、ここ過ぎると佐治木岩岳山頂まで割とすぐらしいです。おお、すぐな。来てんの、りゅうちゃん。いや、地図見とって。あ、そうか。うん。
時刻は10時、10時、はい、うわ、埋まってるやん。あ、すごいね。何やそれ。壊した。壊した。おい。壊れとったよ、おどおど。タッチ、やりました。うわ。サジキが投げ登場です。なんと、割れててびっくりしました、これ。そうやね。当たっちゃうで。すごい力。石をも砕く。私は味噌汁です。うん、家だろう。あ、もうちょい。あ、うま。もう入れてきたの。あ、なるほど。乾燥わかめと切り干しと味噌を入れて、こう熱湯入れるだけ。なるほどなるほど。熱いお茶も。下山です。でも手ついてる。なんかさじき方が過ぎてからワイルドさが増した。ここまっすぐ降りたら、ほら、あの、バス降りたところ、今日、朝、バス降りたところです。すみません。Thank you.
かこんなんか。毎度おなじみバナナオートミールレーズンクッキー、うん、美味しいね、うん、で干しネーブルもやってみました。ちょいちょい食べるのが大事。ゆっくりくりです。時刻は14時4分、距離は 11.1 キロ、伊予谷峠とお呼びするんですかね。これは伊予谷、伊予谷だと思うんですけど、ね、なんかそんな魚谷谷茶畑まさしくこのいろんな通路がこうまさかここから出てくるかみたいなとこから出てきたのが我々のルートですこれなんや、林道か。林道ですね、っぽいね、うん、なんか前も来たよな、ここ来てます、来てます。うん、はい、競技の結果、はい、両谷から、右へ取って出会い橋方面へ下山開始することになりました。収束に向かうということですね。収束に向かいますいやー、今日はね、佐渡ヶ岳も岩徳山、うん、もう素晴らしい雪景色見れましたし、ちょっとスリリングな谷下りみたいなのもありましたけども、まあでも総じて楽しかったですね。もう雪はええでって感じじゃない、いやでもね、誰も踏んでないとこうサクサクしたこれね、楽しむっていうのはやっぱりね、うん、年末ならではのお楽しみでしたね。ふんちゃんどうだったんでしょうか。おお、寒かった。寒かった。まあでも高野山よりましたよな。ペットボトルも行ってついてないし、やっぱ上から冷えないとね、うん、下から冷えても全然冷えないって思いました。ああ終わった。うん、靴はぐちぐちで、靴ぐちぐちで、すごいなこれ。なんかアンダーシャツついてるな。おう、ムシムシやで。ちょっと待って、これ上にたまに乗って、この間も出るんです。はい、行ったわ。左側の車内に取り付くか、そっから。りゅうちゃんのはそっからも行くんです。これね、通行止め出しといた方がいいよ、こっちのあそこの峠に。これほんま危なかったで、ヤオちゃんが上からね、引き上げてくれたからね、登れたけど、ちょっと恐怖を感じたね引き上げてくれた引き上げてくれたもうね、
あの峠まで全部引っ返さなあかんのかと思ったらちょっと絶望にくれたよね。ほんまやで。ほんま危ない。ああああなあ、終わったと思ったよね。はい、頑張りました。ここですか、バス停。いや、違う違う、もっと先やろ。もうちょっと行ったらあれがあるから、うん、あるある、学校前とか、うん、こんなに遅れたらシャリにならんのか。それはあおちゃん喜ぶやろうけど走れるからかなりありますよ。市原から停電できるっていうね。市原からな、はいはいはい。市原までもだいぶあるやろ。市原までもだいぶあるよ。ほんまか。はい、時刻は15時8分、今日は17キロ、なんと1日1本15時14分のバスまで、はい、あと6分という時に通しました、はい、やりました。車いっぱい来ますので気をつけてください、700円払ってまた北大島まで戻りたいと思います、はい、やりました。オッケー。九。メドカレー社店主高橋直志。はい。はい。関西の皆さん。関西の皆さん。美味しいカレーを食べてますか？食べてます。私メドカレー社の店主でございます。はい。本当に美味しいカレーを。おお。食べてください。おいえい。どんなカレーですか具体的には？A5 ランクのビーフカレー。おお、牛の旨味は確かにすごかったね、うん、ぜひメドカレー社インスタでフォローしてください。イエーイ。塩にこだわって小麦粉を使ってないんですよね。小麦粉は使えません、はい、グルテンフリー。グルテンフリー。塩はこだわってます。おいしいカレーを食べてるんですよね。1分経ちました、イエーイ。イエーイ。またお店でお会いしましょう。イエーイ。